トゥーハート2ダンジョントラベラーズ13回目。前回ラストに以前ボコボコにされたロリの森に寄ってみたら意外と戦えたっていうところで、今回はちょっとですね、またまた寄り道にはなってしまうんですが、森に挑戦していきたい。その前に花さんの店で何か断るのかい。フェアリーがいたんだよな、森にな。毒リンゴロもいそうだな。こんがり肉は今いいや。しょうがない、ね、森関係のモンスター色々揃ってるよ。あ、それこそボーパルか。でもじゃあこのタイミングでおすすめ依頼が出るってことは、やっぱレベル的に今行けっていう感じなんじゃないのかな、森。うん、ドリアードっていたっけ。ヒリスっていそうだな。ボーパルをとりあえず受注だな。おすすめ依頼、鍵欲しいし。やりね、やめるのかい。毒リンゴロとフェアリー。毒リンゴロ、ちょっと待って。そう、いろいろ揃ってるよ。ドリアードっていたかな。ドリアード、一応受注してみるか。3体倒す、5体倒すとかの方が。割り箸いらねえけどな。何高級割り箸って。いらないけど一応。それと、はい、しっかりね。これで行ってみるわ。お嬢様によろしくね。はい、よし、いざ森へ。あ、アイテム、携帯非常口は買ったよな。行くか。たまには変わってくれよ。変わらねえよ。アイテムの方は、そうだね、非常口あるモンスター図鑑と高級モンスター図鑑。封印、フェアリーが封印ね。ボーパルは倒す、ドリアードも倒す、フェアリー封印。覚えとかないとな。書いとこう、メモ帳に。メモ帳？メモ帳？あ、ちょっと待って、わかった。こういう時は iPhone。 OK。 取っといたわ。それじゃあ行きますか。ちょっと待ってね。はい、行こう。前回はチラッと進んだんだよな。お、いきなり出て、あ、フェアリーいるじゃん。即死攻撃を使うやつがいるのがかなり嫌なんですよ。全体攻撃、攻撃すっか。幽霊が危なそうなんだよな。あれ、全然入らない。何する。あ、チャルは全然。はあ、サンダーボルト、やばそうだね。チャル、全員攻撃、ツッソンシャワーからのアローレイン。こういう時ほんと全体攻撃はいいですね。あ、フェアリー倒しちゃった。145でもう倒せるんだ。そうか、意外と HP 少ないぞあいつ、フェアリー。とどうしよっかな。 TP 叙々回復とか入れとくか。サンダーもう倒しちゃうかな。あ、倒しちゃった。こんなところね。妖精の交換日記。梅干し入りおにぎり。交換日記はともかく、おにぎりは体力が回復しそうだ。こっちは結局何にもない。進むべきは上行ってみるか。あ、間違えた間違えた。にしても森の BGM いいな。あれ、引き止まり。ここのトラップ、解除のトラップ、解除のトラップ。何、解除のトラップって。え、解除のトラップ、解除。分からん。まあいいや、進んでみようか。うーわ、いっぱい出たね。あ、ボーパルいるよ。あ、かまいたち出るんだ、ここ。これは全体攻撃、サンダーチェイン。ボーパル、ボーパルが確か途中で逃げ出したりね、即死攻撃使ったり、かなり嫌なんだよね。攻撃してみるか。お、いいね、入るね。あー、栄翔は続いている、大丈夫だ。ここは攻撃、物理攻撃、チャル入るね。
よし、行動も遅らせられることができたからのアローレイ。フェアリーが魔法をやってんの危ねえな。フェアリー封印したいんだよな。待て、かまいたちをちょっと。レイジング、いいぞ。サンダー、カッパー、あ、一気に倒しちゃった。先輩大丈夫？意外といけるんよね。うーん、どっち行こっかな。なんか行き止まりが多いな。おお、あ、でもこれボーファルもうこなせるね。ちょっとね、あ、でもまあやっとくか全体は。うーん、フェアリー、あー、レイジングで魔法を唱え、ちょっと止めたい。よし、ナイスクリティカル。フェアリー、うーん、お、いいね、物理入るね。いいよ、フェアリー封印したい。サンダーで一撃では、よし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 、とりあえず物理でボーパル倒すからの封印だよな。 HP 見たいよな。あー、とばっちり発動しちゃった。あ、よかった、ボーパルに行くならまだよかった。となるとフェアリー、ちょっと一回防御、サーチアイ発動しないかな。ポイズンでも入れられたらいいんだが、エアカッターやだね。とりあえずこれでミス。うーん、ポイズン行ってみっか。入る可能性はあるってことだもんな。所持金とか盗んでみよう。意外と金持ってねえか、フェアリー。あ、お金持ってないんだ。そうなんだ、ロリだもんな。エアカッター大丈夫か。あー、痛いね。ちょっとダメだ、ヒール。シルファー攻撃したら倒しちゃいそうなんだよな。 TP 叙々回復、あのサーチアイ発動しないかな。あ、毒入った。お、いいね。となると防御、あ、来た、ここよ、サーチアイ。よし、残り HP は62か。微妙だな。シルファーが攻撃するとどのぐらい入る。40ぐらいじゃないか。あ、でもこれで毒でじわじわ削れてはいる。3、かわいい。シルファー攻撃してみるか。あ、でも毒、あ、ヒール使ったよこいつ。ヒール、あ、ミス。あ、チャルの攻撃でちょうどいいかな。あ、よー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 、どうなんだろうな。うわ、毒治ったし、回復するし、これむずいね。よ、イクノの攻撃は倒しちゃうよね。ヨッチの攻撃でちょうどいい。いや、結構入るよな。子守り、いやー37攻撃、32。ものすんごく微妙。ヒール唱えてるね。くー、ちょっと高級モンスター図鑑行ってみるか。32だったらいけないかな。あ、よかった、封印できた、やりー、結果オーライ。なるほど、じゃあこれで今依頼2つ達成した感じかな。ボーパル、フェアリー、あとドリアード。ドリアードっていた？いないっすよね今のところね。よし、進んでみよう。なんだなんだ、キノコ生えてる下に。関係ない。あ、宝箱、おお、なんか唱えてる。ちょっとここは全体攻撃からの、シルファー物理いっとくか。あ、物理回避アップやだな。
アローレイン、あ、行くのかい。 TP 回復してあげたいな。シャル物理いっとくか。大きいね、でかいね。レイジングとばっちり怒れ。うん、行ってもいいよね。全体じゃなくてもよかったか。よし、いいぞ。お、マナカレベルアップ。あ、なに、いてててててて、うっとうしいな。トラップ、なんちゃらナイフ、なんかいいアイテムじゃないかな。これまた通ると、あ、帰りは大丈夫なのか。うーん、こっちは何もない。うーん、げ、またかよ。え、なになに、何のトラップだったの今。よくわからんけど、うっとうしいな。あ、宝箱いっぱいある、嬉しい。スタッフ、あ、スタッフだ、マナカの武器、いいね。アイテム欄大丈夫かな今。15か。ちょっと TP 回復ショー行くのに使っといてもいいんだけどな。卵サンドでも使ってみるか。カリンちゃんがいないうちに卵サンドを食え、ま、行くの。あ、行けないわ。え、行けない？あれ？行けない。あれ？行けないよ。行けなくなっちゃった。これだけのわけがないんだよな。どっかにトラップが関係あるか。解除トラップ、あ、ラミアだ。ラミアってなんか受注してなかったっけ。サンダー当たらない。え、行き止まりってことはないよな。どうすんだろうこれって。分からん。アロー、分かってるわよ。よし、中断できたぞ。行くわよ。お、いいね、全体。あー、強い。くびらないでほしいっす。おにぎりだ、おにぎり。梅干しおにぎり大好き、一番好き。トラップは踏んじゃうよね。ちょっくら見ていくか。ロクさん、こんなとこまでまでいんのかよ。返品は聞きやせんぜ。あー、でもなんか微妙だな。ランス、クルス川印モンスターズ感、何が違うのこれ。弱ったモンスター、うーん、ちょっと減らすだけで捕まえられるのかな。ポール、ランス、ランス気になるけどな。買ってみるか、お金には余裕あるし。それじゃ持ってきな。はい、ありがとうロクさん。それじゃ、こんな場所行きまって。あ、チャルいるよ今メンバーに。関係ない。ここの解除トラップってのが気になるんだよな。ここでなんかする。いや、え、なんか見逃してんのかな。ん、いや、道的には別に何にも。うわあ、ちょ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 、おいおいおい、これだけ多いとちょっと危ない。あ、間違えた、防御じゃない、防御じゃない。あー、まあいいや。ボーパルから行こう。こいつ即死持ってる。速度アップ？ストーンシャワー。あー、狙われてんね。レイジ幽霊だな。クリティカル行くの。アローなくなっちゃったか。攻撃、はい、逃げたよあいつ。マジかよ。敵全体フェアリー攻撃だな。はい、頑張る、いいぞ。行くの。お、行ってもいいよ、ね、これで。あ、いいね、いいね。あ、なんちゃら棒気になる、いいね。ち
ょっとじゃあ戻るか。ここ全部の全部のトラップを踏むと進めるとか。いやでもおそらく今全部のトラップを踏んだ状態なんだよね。変化はない。それか今の段階ではここまでしか進めないとか、なんか木を切り倒すとかそういう何かがあるとか、わからんな。ちょっと一回出るか。とりあえず花さん、報告できます。鍵くれ鍵。それでいいのかい。これ鍵ってさ、多分あの一層の扉じゃないのかなって思うんだけど。妖精リンゴ。頑張ったね。おう、いろいろ揃ってるよ。コスプレセット、マトリョーシカ、スカウト、バナーゴ6体。あ、これ簡単じゃん。それでいいのか。頼んだよ。今頼めるの、うん、あ、ソードマン。またソードマンかよ。どんだけソードマン出てくんだよ。頼んだよ。ウケるけど。断るのかい。ドリアードっていたっけ。それでいいのか。分からんな。いろいろ揃ってるよ。ファントム4体も楽ですね。スカウト、素敵なステッキ。それでしっかりまたおいで。はい、とりあえず適当に受注しておきました。ユージ鑑定してくれ。ソード。おー、ロングソード5か。どうだろうな。お、ダガー11はいいよ。スタッフ、お、スタッフ10。あ、でもそうだ、今マナか。前回の戦略で武器を持たせないっていう戦略ねにしてたんだ。そうだったそうだった。毎度あり。おう、攻合しランクス6か。迷っ、うん、微妙だな。やな。どうだろう装備。あスタッフな。INT が上がるのは美味しいんだよね。ダガー、あーダガー10、12か、12か、微妙ですね。ランスもな、ランスも全然だよな。ロングソード、うん、そうですね。スタッフ10、うん、いやチャルの物理が結構使えるからメイスを使っていきたいんですよね。 INT を上げるより。そうだな、ロングボウ、微妙じゃん。あえてダガーに変えるっていう手もあるな。いやでもあのボウの全体攻撃はすんげえ美味しいからな。だからまあしょうがない、倉庫入りかな。倉庫、うん、いやいらないかな。いらない、売っちゃおう。古びた鍵、モンスターズか。ちょっとこの辺の謎のアイテムは倉庫に入れておき、あ、いや梅干しは持っとこう。妖精リンゴ、あ、 TP 回復中、あ、いいね。なるほど、結構いいアイテム揃ってきましたね。モンスターズ感が1個。ユージ、なんか買ってけ、買い取りか。うん、ちょっとこの辺売ってくよ。それで毎度あり、迷った時は、はいだ。ま、あ、いるのか。スタッフは、それでいいのか。毎度スタッフは一応取っておこう。マナカのな、マナカの武器。倉庫に入れとくか、売っちゃいそうだったな今。スタッフ10、入れといた。あ、ダンジョン一層にある扉の鍵らしいって書いてあるじゃん。行ってみっか、ダンジョン一層。それにしても全然関係ないけどシルファが可愛い。前回クラスチェンジした、今バードになった謎のこのギターの持ち方をしている地味編みたいなギター。地味編持ちだよねこれ。地味編持ちのシルファがめちゃくちゃ可愛い。見れないのかなステータス。あ、キャラクター図鑑から見れたりする、シルファ。あれ見れないな、見れないか。ステータス、このイラストをまじまじ足の方まで見たいんだよね。見れないな。
よし、じゃあ一層行ってみるか。一層森進めないんだよな。森なんだろうあれ。やっぱ今の段階ではあそこまでっていうことでいいのかな、考え方というか。ここですよね絶対ね、鍵はここ。お、あれ、扉に鍵がかかっているようで開けることができない。ああ、使用します。はい、やったー、外れた。おお、入った。ここから敵強いんじゃないの、どうなんだろう。あれ、普通じゃん、一層の敵じゃん。え、強い青リンゴロなのか。そんなこともなさそうだ。何があるんだろうここ。まだまだ戦えるんだから。なんだろうな。え、何があるのこれ。お、宝、アーマー。ここはなんかいいものありそうっすね。鍵開けてきた。あ、ローグだ。ローグって別にこの回に出る敵じゃなかったよね確か。あ、強力攻撃できた。いや違う、ローグは1階か、ここか。まだまだ戦えるんだから。盗賊のベルト、盗賊のベルトってなんか花さんのとこで出てたわ依頼。盗賊のベルト持ってこいって。うわ、こいつら別に逃げちゃってもいいんだけどな。お、いいね、とばっちり。見直したっすか。あ、お宝、お宝めっちゃある。あ、お金だ。金が一番嬉しいかもな。やっぱ一層だから一通の扉とかもないね。はい、ちょっともう物理物理でサクッと倒していきましょう。大丈夫ですか。あ、待てよ、あんまりでも倒してるとアイテム欄、いやまだ大丈夫か。そこです。ほい、真ん中がでも一番最初に行動できるようになってるのは武器を持っていない効果だろうな。お、ナイフ。一番最初に行動できて栄翔できたら最高だよな。ここローグ。はい、なんかこう逆に敵をおびき寄せないみたいな、そういうのなんかスカウト覚えないかな行くの。あ、そういえばスキルカスタムあんまやってなかったつっても全然2ポイントか、もうちょい貯めておくか。あー、行くのが4ポイントもあった。全体攻撃をなんか他の覚えてもいいよな。 HP 吸収、いや、あー、毎ターン TP 回復、 TP 回復なー。 TP 回復のスキルをゲットして今のナースキャップを外すっていうのもあるな。でも別に今逆他に装備するものがないか。そうだな、なんどうするべきかな。あ、中断しにくくなる。なるほど、これが無難にいいな、中断しにくい。これかな、どんな時でも使えるもんな、中断しにくいは。よし、これだ。シルシルは今何もない。あー、ヨッチ、オートガード、オートガードいいね。ヒール、シールド、バッシュ、パリー、ディフェンダー、レイジング上げてもいいよね。あー、それかこの辺のアベンジャーダブルアタックはほんとたまに発動するとあ、いいぞってなるから、ダブルアタックかな、時々2回攻撃。ダブルアタックにとばっちりが乗っかって、前回4回攻撃とかあったからね。あれすごかったんだよ。よし、これだ。
チャルは、あ、ここらへんよ。あ、フィールドを明るく照らし、隠された扉を見つける。これってさ、もしかして森？いや、でもライトだから違うか。ワールドマップ。まあ、ワールドマップはとりあえず覚えよう。え、消費 P36 も使うのこれ。まあ、でも、必要だな。消速度アップとか欲しいな。ちょっとじゃあ取っとくわ、チャルは。アイテムでさ、懐中電灯みたいのが確か持ってた。今はないか。隠された扉ってそういうことかな。森に隠し扉がある。ん？なんだここ。お、お宝。スキルの元、あー、これまさにスキルポイントだ。スキルの元使おうか。あれ、スキルの元、美味しさ、そしてスキルへ。よし、じゃあ俺はシルファーにぶっ込んでいくぜ。いや、マナカ、いや、シルファー。あ、いや、何ポイントだって、何ポイント。あ、3ポイントか、美味しいね。演奏中味方全員魔法攻撃。まあ、あ、でも今チャルもいるからいいよな。チャルとマナカが魔法攻撃アップしたらめちゃくちゃ強いんだよね。あー、経験値アップもいいな。ひー、悩んじゃう。魔法攻撃かな、これはとりあえず欲しいわ。はい。あ、もう一個いけるな。魔法防御、わかんないときはバードアップ。はい、よし。またあった。あ、ロックさん。返品は聞きやせんぜ。スタッフは気になるな。ナイフ、ブック、アーマーか。アーマー買ってみるか。それじゃ持ってきな。こっちのアーマーも買ってみるか。新品ですぜ。やめるんで。買ってみるか。新品ですぜ。はい、それじゃ持ってきな。あ、やばい、アイテム欄が結構切迫してる。気付けてな。おう、ありがとう。でももう探索は終わりか、これで。他行ってない場所1階はない。良きに計らい。あ、いや、向こう行ってないわ。あの、右側行ってなかった。こっちね。6。真中が物理拳でぶん殴ってると思うと面白いな。大丈夫ですか。クロワッサンだ。クロワッサンはいくつあってもありがたい。あ、下にも行ける。このぐらいかな。あ、宝箱。あ、携帯非常口、ありがたいね。うん、でも本当にこれで探索は1回は終わりだね。うん、やっぱりそのいろいろ宝箱が開けられたっていう感じか。ちょっと鑑定が楽しみだぞ。と、じゃあチャル、早速だけどここを出たいんだなーっていう時にリターン。36も使うけど、でも全然いけちゃうね。はい、うわ、便利。前回非常口なくてうわーってなった時あったもんな。なんか買ってけよ。鑑定に任せとけ。あー、まあ、あ、これ良さそうだぞ。おい、何これ、ハイパーブルマ。ハイパーなブルマ、紺色です。来たよ、松原葵、来たよ。ハイパーブルマ、いやでもこれ本当にいい装備だわ。迷った時はマイルアリー。ダガー10。あー、10か。それで、プレートメール3。それでマイルアリー。プレートメール1。じゃな。あ、でも TP 回復とか書いてあった。ブルマ装備しようぜ。真ん中にブルマを装備させたいっていう性癖。あ、装備できないじゃん、ハイパーブルマ。ハイパーブルマって誰が装備できんのよ。あ、勇者ヨッチのハイパーブルマ来ましたよ。これはヨッチかな。ヨッチか。あ、行くのもいける。行くのかな。ステータス的に行くのの方が上げておきたいかな。行くのを上げよう。行くののブルマ、
おいおい、 DEX 防御力 AGI、素早さ、あ、いや、ありがたいありがたい、クリティカル率も行くのやな。猫耳ブルマン猫耳ブルマンになったよ、行くので、ゴムつけて棒持ってるやべえやつ、やべえやつになったなお前。へえ、あわよくばこの持ってる武器が反映されるとかだったら、いやいや、まあそこまではでも言えないな。イラストレーターさんがこんなに頑張ってくれてる。プレートメール、あー、こっちの方がいいか。うん、老骨な新年のプレートメール、うんうんうん、レザーアーマーよ、まあダメか、レザ、うん、猫耳ブルマーはいいな、あざといな。よし、こんな感じかな。ちょっと倉庫に入れておこう。いや、この辺売っちゃってもいいな、全部売っちゃうか。もう倉庫ぐちゃっとしちゃってるから。あれ、古びた鍵ってこれ消費アイテムじゃないんだ。へえ、また使えるのか。でもダンジョン一層にある扉の鍵らしい、だから、うん、まあいいや、倉庫入れとこ。盗賊のベルトもまあ倉庫、この辺売っちゃう。うん、ユージー、サービス買い取りか、買い取り、この辺売っちゃう。マイドア、マイドア、マイドア、それでマイドア。じゃな、花さん、なんか。ちょっと もう一回森行くけど、めるのかい。あ、この辺か、この辺めんどくさいけどやるか。お嬢様によろしくね。うん、森で、あ、間違えた、そうだ、懐中電灯を持ってこようとしたんだ。倉庫、懐中電灯取り出す。懐中電灯 3個もある。フィールドを明るく照らす。でもさ、明るいぜ初めてだけど使ってみよう、懐中電灯。懐中電灯使う。フィールドが明るくなった。これなんか変化ある？え？いや、え？変化ないよね。ああ、いやいや、ちょっと待って、この組み合わせに昔ボコボコにされたんだよ嫌な組み合わせだな。しかも先制攻撃取られてる。スキル、サンダーチェイン、シルファーはこいつを、ナイスクリティカル。うわ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 、ストーンシャワー、あ、これで魔法攻撃のやつアップをやっとけばよかったか。アローレイン、いいね。あ、一気にいけた。はい、とばっちり、ないか、これで終わるんじゃないかな。あ、ミス？やあ、ナイス。クロワッサン、スタッフ、ヘルム、これ経験値おいしいね。ないよな。うん、今懐中電灯使用中だよね、右上使用中。懐中電灯ないよな。このあトラップ、あ、ここの解除、解除のトラップ、解除、あ、解除ってあれか、自分のバフを解除っていうことかな。だとしたらダメだそうだ、そういうことか、きっとそうだよね。何する、これは魔法攻撃、いや、魔法攻撃アップ使いたいな。魔法攻撃アップから2人とも全体なので、この辺はちょっと、おお、とばっちり、ナイス。全体攻撃でね、バッサリいけたらすんげえ気持ちいいのよ。お、いいね、これで攻撃力からの、これはすごいでしょ。あ、まああんまりだったでもここからチャルだから、さらに栄翔中止まってない、止まってないな。頑張る、いけ、
属性的にいまいちかな。ああいけたいけた。フリルスカート、え、フリルスカート、フリルスカートで装備品か、装備品じゃないんかい。何に使うの、フリル、え、フリルスカート、フリルスカートなんてある、あ、あったあったあった、幽霊の履いていたフリフリのスカート。幽霊が履いてた異物やん。怖いな。あ、ライトの効果切れちゃった。でもライト、ライトあるないで全然違うね。なんか霧がかかってるもんな、この感じ見るに。ちょっともう一回ライト使おう。ライト使ってると何が、何がある、隠し道、あ、あ、本当だ、本当だ、あった、通れるじゃん、何ここ。なるほどな、ライトを使った状態で近くに行くと通れるんだ。え、じゃあ今までのフィールドにもそんなあったんかな。懐中電灯って結構昔からも持ててたよこれ。そっか、ないと通れないのかな。場所が分かっちゃえばいける、いや多分場所が分かっちゃえばいけるんだろうな。ん、解除のトラップ、あ、よかった。なーに、なんだこいつ。ここから先は森の住人以外は立ち入り禁止よ。どこ押さえてんだよ、右手と左手で。おい、エロいの出てきたな。どうしてもここを通りたいなら、そうね。え、私の大好物妖精イチゴを持ってきてくれたら通してあげてもいいわよ。妖精イチゴ持ってないの。それじゃあバイバイね。あ、追い返された。妖精イチゴ、妖精リンゴじゃダメ。妖精イチゴか、なるほどな、ちょっと覚えておこう。ここから先に行くには妖精イチゴ。でも今まだ他行ける場所ないかな。確実、あ、ここ確実通路じゃん、ほら、あ、あ、解除のトラップ。あ、宝箱、確実通路の先の宝箱はめっちゃいいんじゃないかな。面白い。これ探索欲が本当に、あ、ライトの効果切れた。これじゃあやっぱチャルにさ覚えさせるべきか、ライト。これ消費 TP どれぐらい、あ、消費 TP5 か。で今もう覚えられるんだ、覚えるか、いるわこれ。ライトスキル、ライト、へえ、なるほどな、なるほどなーがたくさんあるわ。まあ、その妖精イチゴだっけ、それは誰がどこで取れるんだろう。攻撃しちゃうか。うわ、大丈夫、栄翔は止まっていない。アローレインもいいけど、いやいや、よし、ここはストーンシャワー、フェアリーだな、よし、行ってもいいよね。あんまりサンダーが効かないな、幽霊には。幽霊だもんな。いや、よくわからん、納得だが。ストーン、ストーンの方が入る、うん、ほら、さっさと行くわよ。あ、またおにぎりだ、梅おにぎり大好き。あ、上行ける、あ、行けない。あ、こっち行けるよ、ほら、隠し道いいね。あ、解除いいよ、隠し道おもろいわ。なんちゃらシールド、アイテム欄がやばいか、17か、ちょっとそうだな、よ、今妖精イチゴ見つけたらもったいないよな。うん、そうだな、サンダー、うーん、攻撃でいいか、ラミア、あ、ミスか、ピア、攻撃でいいか、入るね、火力が。よし、いいぞ、これは。もうちょい、
よっしゃ。良きに計らい。シルファーをちょっと回復してあげるか。スキルマナカヒール。はい。OK。そんで。あ、ここも隠し道じゃない。一通で、あー、なるほど。これでショートカットで帰れるのか。へー。この辺もなんか隠し道ありそう。いや、さっき見たんだっけ？見たな。ないか。一通隠し道ね。向こう側もありそうだけどな。見落としてんのかな。ファイヤーボールでいいか。げ、全体だ。うわ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 。お、とばっちり。あ、違う、2回攻撃か、今のは。いいね、いいね。妖精の交換日記。かわいいな。ちょくら、うん、見ていくか。ロックさん。検品は聞きやせんぜ。ロックさん、妖精イチゴないか。アックス、ランス、ヘルム。なんか、マナカ用にヘルムを。ヘルム。買ってみるか。新品でこれじゃ。持ってきな。うい。終了。気ぃつけてな。ありがとう。探索。いやー、ないね。アフレス。アフレス。攻撃でいいか。こいつらもちょっとモンスター図鑑に封印していきたいな。高く売れそうだよな、この辺のやつ。あ、攻撃しちゃった。潰す。あ、ミスか。いいね。ほら、さっさと行くわよ。あ、ライトの効果が切れた。ちょっと一回回復したいんで、一回出口戻る、近いし戻るか。で、アイテムをちょっと整理してこよう。鑑定。なんか買ってけ、俺に任せとく。スタッフ。なんか微妙だな。あ、でも攻撃魔法の威力を倍増。あ、増幅。でも結局その行動移動がな。違う、移動速度が下がっちゃう。ヘルム。お、何、ウサ耳バンドが出てきた。猫耳じゃねえんだ。ウサ耳？これいいんじゃない ？AGI だから素早さか。へえ。あ、でも敵耐心アップ。狙われやすくなるんだ。その分物理回避は上がる。うわ、なんだそれ。迷った時は毎度あり。ナイフ、果物ナイフ。へー、スイーツ界を戦慄させた果物切りの探検。テキストが秀逸だな。スイーツに対して物理攻撃力アップって何？あ、バナーゴとかメロンのやつとかか。確かにスイーツの敵いるわ。毎度あり。バックラー7。これはいらないな。それでいいのか。あ、猫耳。あ、猫耳か。また来いよ。ウサ耳が出てきたか。ウサ耳ブルマーにするのもありよな。あ、 RES 魔法防御はちょっと下がっちゃうけど物理は上がるね。めっちゃ上がるね。素早さ上がるのも美味しいね。ただまあちょっと敵に狙われやすくなる。いやー、やってみるか。ウサ耳ブルマ、ウサ耳ブルマ行くの素晴らしいやないか。ウサ耳ブルマゴム。ウサ耳ブルマとゴム、もうお店じゃん。お店お店。あ、果物、あ、果物ナイフいい。行動ランクもいいし、アタック真ん中が物理でもちょっと使えるようになる。へえ。あ、シルファ、あ、シルファの方がいいか。そうな、真ん中はでも今の方がそうだな。ダガー12シルファ、あ、くだも意外とヨッチとかも装備できる。みんな装備できんのか。あ、いやいや、そんなこともないのか。バックラー7はいらないね。猫耳、あれ、ナースキャ、あー、うーん、猫耳。一応チャルにはさ、なんだっけ、スキルで毎ターン TP 回復とかついてるんだよね。二重で今回復してるんだよな。
猫耳外すか。じゃあ猫耳外し、違う違う、ナースキャップを外して猫耳の方がいっか。前衛だしな、防御力を上げといた方がいいわ。うん、猫耳、猫耳チャル。今もう狐耳だけど。からの果物ナイフを真ん中、この何もない状態とランク A、どうだろうな。でも真ん中も物理できたらいいっちゃいいんだよね。ものすごい悩むけど、シルファかな。シルファの方が物理はやるもんな。シルファだ。うん、となるとダガー12が開くんだけど、いらないか。あ、いや、うん、うん。やっぱでもこう魔法攻撃を下げたくないっていうね、複雑な魔法使い心理。まあこの辺は悪い装備ではないから入れておこう。はい、ナースキャップ猫耳もね。バックラーは売っていいな。あとこの辺のよくわからん、あ、懐中電灯は持ってていい。梅干し妖精交換日記いらない。スライムゼリー、スライムゼリーいらんな。フリルスカートいらない。花さんのあれで出ないかな、取ってこいって。いらっしゃい。バックラぐらいか。たまには変わってくれよ。変わらねえよ、花さん。断るのかい。それちょっと一回断って、しましま兄祖とかもあの子持ってそうだよな。マトリョーシカっていたっけ。いないよな。うーん、今頼めるのはロールケーキもないか。またちょっと微妙だな。もう一回ちょっと花さんガチャ。イラス、これはどうだい。ヒリス、このシルバーの抱き枕は何だの。あ、グラシエールは倒せるな。4体分かった。じゃあ受注しとくよ。それでいいのかい。はい、頼んだよ。お嬢様によろしくね。やっぱこのランクを上げとくのはいいと思うんだよな、花さんの店。この近くの森を教えてもらったのも絶対あれだよね。その花さんのランク上げたから教えてもらえたんだし、他にもいろいろ教えてもらえると思うんだよ。森まだ行ってない場所あるね。シャル、スキル使っていこう。ライト、明るい、霧が晴れた。ここが1通解除トラップ。ああ大丈夫か。どうしようかな。エアカッター、攻撃、果物ナイフああ、経験値美味しいね。この辺は隠し道ない。ここを下に行けるな。向こうもないよな。ない。目で確認しないといけないからね。難しいね。ここの右行ってないな。うわあ、ロリッコたちがいっぱい出た。これはサンダーチェイン。おう。攻撃かな。ピッ。うわ、速度アップか。アローレイン使っちゃおう。おー、強え。チャル攻撃。レイジングじゃなくてもいいか。はい、フェアリー、お、いいぞ。これで全体攻撃素晴らしい。妖精の交換2機がどんどん手に入る。
あれなんかこの辺もつながりそうだぞ。ああ宝箱だ。ヘルム。道ないよね。ないな。この辺は、お、あでここが妖精イチゴだっけ、なんだっけ。あライトスキル、チャルもう一回ライトだ。これほんと便利だな。あ二回やっちゃった。道ないね。あれじゃあ今行ける場所ないのか。妖精イチゴを結局ゲットしないと今はもう探索できないぽいな。ここが一通でもう戻っちゃうもんなこれ結局。そうだね。あここ取ってないじゃん。あてかそうか、ここ復活したのか宝箱。シールド、おう、ファイヤーボールでもぶつけてみるか。やっ、行くのが今ウサミミブルマーで戦っていると思うといいな、見たいなビジュアルを。これからも頑張ります。フリルスカート、ここが入っちゃうともう戻れないんだけど、でもおそらく今探索できる場所はない、妖精イチゴね、覚えておこう妖精イチゴ。よしじゃあこれで戻って花さんに報告できるものはないか。いらっしゃい鑑定。それで毎度あり、ね、また猫耳、猫耳ばっかだな。いいのか。おバックラー級、これいいよ。バックラー級は誰か、あ12か。あバックラー級、あこっちの方がいいね。物理命中アップ、あうん、チャル、あじゃあヨッチかな。そうねヨッチだな。ヨッチバックラー級だ、命中アップとなるとレザーシールド7はいらんだろう。倉庫に、はい、あ今何入れた。レザーシールドだな。売る。あ猫耳バンドで、ね、猫耳猫耳こんなになっちゃったけど。フルヘルム、レザーヘルム、レザーシールド7。何を使うかわからないですね。よしじゃあ依頼をちょっとやっていくか。バナーゴ6体、ソードマン。バナーゴやソードマンは、あグラシエルもそうか、全部2層だわ。もうちょいじゃあちょっと2層何回、あ待てよ、ここももしかしてライトを使うと、おおすんげえ見える見通しがいい。え？でも隠し道がありそうな場所って、へえ、どっかあるか。強いて言えば道が埋まってないこっちの方。いやこの辺に何か隠し道がと思ったけど、横に行けたりもないか。あバナーゴ、グラシエル、ソードマン、この3体だよまさに今おめえらが欲しいんだ。倒すんでいいんだよね、封印じゃねえよな。あ果物ナイフ持ってるから、あバナーゴを攻撃すればいいか。隠し道はなさそうだけど、なんかでも単純に見やすくていいねライト。あライトの効果切れた。うん見やすい。お来た来た来た、お前らだお前ら。こういう時な真中は
何か装備しといた方が。うん、全然この辺平気だわ。当然の結果っしょ。毎回ソードマンを探してるんだよな俺。ソードマンもう仲間になれや。いつも探してっから。バナーゴだ、これで。はい、オッケー。結果オーライってところ。宝箱は復活していない。敵でねえか。お、グラシエル。グラシエルそろそろ4体いったかな。やっぱソードマンが出づらいな。グッジョブ、グッジョブ。ソードマン、いつもお前を探しているんだよ。お前を探していつも1時間とか超えちゃってんだよ、動画の時間が。あ、出た出た。そこです。ん、潰す。よし、とと行くのです。チョクラ見ていくか。ああ、ロクさん、聞きやせんぜ。なんかでも別にいいのはなさそうだ。今いいや。はい、それじゃ。じわじわ金が減ってきてるから。こっちの宝箱行ってみるか。してない。あーと、ソードマンだけだよな。あと、そうだよな、4体。剣士の靴下、もう靴下ばっかりだよ、うちの倉庫。どんだけ靴下が溜まってくんだよ。でもおっさんの靴下じゃなくてまだよかったよ、美少女たちの靴下だから。剣士の靴下って言ってもさ、ソードマン可愛いもん。見くびらないでほしいっす。あ、大きな鈴だ。大きな鈴たまに花さんとかでね、取ってこいって出るから、倉庫に入れとこ。戻ってきちゃった。グラシエル、お前らはもういいんだわ。ソードマン、ああ、お前らはもういいんだよ。もういいんだよ。なんとなくね、下側のマップの方がソードマン出やすい気がするんだよね。つっていつもぐるぐる歩いてるからな。何にも当てになんねえや、自分の勘。ソードマンがどこに出るか全然わかんねえ。あ、なんか一通の壁が一通じゃなくなるみたいな魔法とかないのかな。それはチートすぎちゃうか、つまんなくなっちゃうか。この若干の不自由さがいいっていうところもあるんだろうな。あー、お前らはいいんだけど、まあ倒しちゃうか。えい、はい、オッケー。こんなところね。お、宝箱復活。お、来た、ソードマン。ファイヤー使うまでもないか。あ、幼児ってなんだ。よっちね。ヨッチは防御の構えを取ったね。なんかそういうスキル取っといたんだよな。なんだっけ、攻撃受けた時防御するっていう。いいじゃない。行ってもいいよね。ファイヤー。まあ、ミスか。これでもうソードマン終わりだといいけどな。4体倒したかな。もう1体ぐらいかな。あー、もう一体ぐらいだな、多分な。ご主人様は、お、何？ちゃんと歌や
オロリを活用してるですか。オロリ、オロリって何。あ、踊りね。可愛いな。地味編、地味編シルファー地味編シルファー最高。可愛い、このちっちゃいハット、ハットもいいんだな。これサムネイル決定でしょギター、なんとなく直接的ではないからあまり使ってないんだよね。やっぱりラメラメですね。ラメラメご主人様なのです。そのギターでぶん殴ってください歌やおろりは確かに直接的なものではないですが、長い戦いなんかには大変活躍するものなのです。そうだね、確かに。モンスターを弱体化させたり、みんなをパワーアップさせたり、縁の下の力持ちなのです。まさに迷路ロボの鏡な存在なのです、うん、シルバちゃんに大いに活躍してもらう。任せておくのです。あ、いい表情だこれサムネイル決定。うわー、いいな。いやでも実際使えるよ本当に、そのバード、うん、演奏中にそのバフデバフをかけるっていうのはね。ボス戦はもう特にだよね、やっぱり。ソードマン早くソードマン、あいつはお前らはいい。あ、来た。これでおそらくもう終わると思う。うん、ピッ、オッケー、倒した。あ、ミスか。あ、なんか決めちゃって。結果は見えてた。よし、これでスキルじゃない依頼、おお、全部いった。でもこれで楽だわ。スキルでチャルリターンこれ最高だな。もう非常口持ってなくていいんだ。ハマさん、はどうだい、無事終了かい。それかい、はい、さすがだね。靴下だ、靴下くれ。それかい、頑張ったね。飛行機、それか、さすがだね。これはどうだい、エロイスコスプレセット、シルファー、ロールケーキ。どう、あ、同士の札って持ってなかったっけ。それかい、しっかりね。あ、持ってないか、持ってないわ。そう、いろいろ揃ってるよ。ファントム4体、ファントム4体いけますね。それで頼んだよ。今頼めるのは見習い忍者。いや、知らんな。ちょっと花さんガチャやるわ。順調、いろいろ揃う。依頼ガチャ。封印書、スキュラ。スキュラね。頼んだよ。はい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 。ケーキはこれはどうだい？ドリアード、ま、しましまにそ、毒リンゴロ。毒リンゴロってどこに出んだろうな。未だ出たことないんだよな。ケーキは森に出そうなんだけど。殺戮劇団員もな。あ、バナーゴ。それかい、よし、頼んだよ。これぐらいにしておくか。よろしくね。なんか買ってけよ。鑑定任せとけ。あんま、いらないね。迷った、毎度あり。ハンドアックスいらないね。いらないね。いらないまた来いよ。あ、ちょっとユージ全部売るわ。いらっしゃい。何を売るんだ。この辺全部いいわ。それでにひひひひひ。靴下いるか、ユージ剣士の靴下。いやでも俺まだ持っとくわ、倉庫に入れとくわ。靴下大事。剣士の靴下入れて、モンスター図鑑は1個でいいだろ。バナナ、ん、なんでバナナジュース、あー、バナナジュースばっかになってんじゃん。そっか、9個以上だと2つに分かれちゃうんだ。なるほど。フリルスカート、大きな鈴、交換日記。この辺も万が一のために持っといた方がいいな。バナナジュース、バナナジュース9個、いや、まあ一応持っとくかはい、じゃあファントム4体、スキュラ、ファントムとスキュラが4層だよね確か。バナーゴはまあ今の2層なんだけど、ちょっと一応確認してみよう。ファントム、スキュラ、ファントム、スキュラ、スキュラ、スキュラ4層、ファントム4層、あ、3層か。あー、そうか。じゃあ4、4、3、2っていくか。まずじゃあスキュラを封印、封印だよね。スキュラを封印、わかった。
ここも隠し道ありそうだな。下とかすんげえ怪しくない？下行ってみよう。下？あ、こうか。スキルチャルライト。わあ、明るい。お、スキラだ。スキラの HP どんなもんかな。スキュラにポイズンかけたいな。あ、強力攻撃ナイス。これで HP が見れるぞ。スキュラ HP 高いんだよね。ああ、272。行くのが攻撃して、ああ、なるほどな。うん、92。いいっすか。あ、毒入った。お、いいぞいいぞ。毒状態。あ、攻撃力が下がった。攻撃力が下がったか。下がったのはむしろいいかもな。これでシルファーが攻撃したぐらいでちょうどいいかも。シルファー攻撃。あ、ミスか。かまいたちを通し、ペッシかまいたちを。あれなんだ、鬱陶しいな。もう一回ポイズンとかかけてみよう。あ、大丈夫か。そこです。うーん、チャルは攻撃したらまずいな。倒しちゃうな。大丈夫だね、シルは。あ、超、いやー、もうちょい、もう一回シルファで攻撃で封印かな。そこです。アイテム、いや、防御シルシル攻撃。お、ちょうどいい、バッチリ。モンスターズガン、よっしゃ。楽勝なのです。これで封印書スキュラゲット。そうですね。で、ファントム4体。じゃあ今階段近いからこのまま行っちゃおう。なんだよお前らは逃げちゃう。はい。で、この階にファントムがいるので、ファントムを4体ぶっ倒しましょう。あ、今ライトついてるから明るいね。スローが治った。ライトついてると幽霊出ないとかファントム出ないとかあるのかな。ないか。あ、出たよ普通に、サンダーチェイン普通にぶっ倒すだけだから。あ、当たらない。はい、4体か。ファントムってあんまり群れで出るイメージがないから大変かも。しかしこの探索ほんと楽しいもう全部が楽しいんだよ。もういつも言うけどこのゲームずるいよな。メインクエスト進めるのも楽しいけど、こういう時まで楽しいから困っちゃうわ。やめらんないのよ、やめ時がわからない。これ収録だから、やっぱ1時間区切りぐらいで、まあ1時間大体過ぎてるけど最近は、それぐらいを、まあ1時間以内っていうところを考えながらやってるけど、収録じゃなかったら多分もう朝までやるだろうな永遠にやっちゃうんだろうな。スタッフか。お笑い、おっ、ロックさん。ああ、まあ、いや、いらないかな。あ、ナイフ。いや、でも今果物ナイフ持ってるし、いらんか。いらん。あ、いや、棒。しのぎです。いや、棒はいいや。行くのが今いい棒を装備してるから、あれ以上は今はないだろう。1000円ぐらいするならな。おってなるけど。ファントム、あと3体も倒さない。あ、出た出た。じゃあサンダーチェイン、強力攻撃しなくてもいいだろう。攻撃、よし。ファントム、はい。単体攻撃でよかったか、魔法。
よし、とっとと行くのです。あと2体ぐらいかな。お、来た、ファントム、ありがとうファントム。よし、これで、ちょっとこっちやっちゃった方がいいか。お、いいね、2回攻撃発動。ヨッチの2回攻撃はほんとね、いい。ボロ布ボロ布なんてアイテム初めてかもしんない。スタッフ、よし、じゃあこれでファントム4体、あとバナーゴ6体ね。ちょっとめんどくさいけど、バナーゴはすぐに出ると思うんで、今1回出て、リターン出て、ちょっと花さん、いらっしゃい。こうじゃない、それでいいの。これが上がりだよ、はい、無事ありがとう、上がり。さすがだね。今頼めるのは、デロロンってなんだっけ。デロ、あ、デロロンね、4層だよね。もうこれ終わんないよ終わんない。いやでもやれるか、やるか。それでいいの、頼んだよ。デロロン、これはどうだい。ローグ、あ、ローグね、一層じゃん、ローグ。それでいいの、しっかりね、お嬢様によろしくね。分かった、やるわ。なんか買って、じゃあ封印を3つだわ。迷ったと、マイドアリー。あ、鑑定、これ多分ね、微妙だよね。あ、バックラー6、マイドアリー、スタッフ4、迷っ、マイドアリー、スタッフ4、いらんな、いらん。ちょっとユージ売るわ。買い取りか、迷っ、マイドアリー、迷っ、マイドアリー、それでマイドアリー。はいよ、また来いよ。とで、倉庫にアイテム入れて、ボロ布雑巾の代わりにイタチぐらいかな。じゃあどこから行くか。一層、一層のローグな。ローグを封印ね。デロロン、ローグ、ローグは一個。ローグか。これ上の鍵開いたエリアに隠し道、いやーそれはさすがにないか。いや分からんぞ、スペース的にさ。こん、こっちの下とか、あ、オリンゴロ、果物ナイフで一撃だ。ちょっとライト使っていこう。シャル、ライト、あ、ここ行けな、あ、行けないのか。左のスペースに隠し道、お、ローグ、これさ倒しちゃいそうで。とりあえずポイズン、あ、強力攻撃来た。助かる。このローグは絶対仕留めたい、捕まえたい。72か、よし、72は行くのは攻撃できない。チャルも、あ、違う、ヨッチ、あ、毒入ったね。シルファの攻撃でちょうどいいか。おお、危ない、あー、どうか、危ない危ない危ない、死ぬな死ぬな、ローグ死ぬな生きるんだ、危ねえ、ギリギリよしよしよし、なんだよ。じゃあ出るわ。ちょっともうちょい探索もしたかったが、めんどくさい。で、あ、報告できる。どうだ、無事し、それか、これが上がりだよ。今頼めるのはリンゴジュースを2個集める。ある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 。しっかりね。報告。そう。さすがだね。やり。こういうのはありがたいね。クモ女。もう終わんないよ。それとしっかりね、またおいで、はい、今やるべきは雲女とか山荘だったよな。で、山荘にバナーゴ、いや、バナーゴは2層か。あれ2層だよな、そうだよな。バナーゴ、2層ね。雲女は、雲女山荘か。ちょっと
と2層に降りるか。バナー号4体だっけ。あ、6体か。バナー号出やすいからで、いっぱい出るし終わらんな。宝箱も復活はしていないか。この辺隠し通路ありそうだけどな。使おう、ライト。ないよな。いや、お前らは用はないんだが。逃げよ逃げよ、逃げよ。隠し道、バナーゴ出てほしいときに出ないんだよな。ほんと空気読めねえなあいつ。あ、いや、一体一体ってお前しょっぱいな。もっといっぱいいっぱい出てくれていいんだぞ。ペシペシ。結果は見えてた。隠し道はないな。隠し道ってさ、チュートリアルとかで教えてもらってないっすよね。よかった、自分でこう見つけられて。わあ、もうワーキャットの出現率が一番高いね、ここ。逃げる。あ、逃げる。ちょくら見ていくか。今日のしのぎです、ロクさん。いやー、しかしピンとくるものはないかな。はい、お嬢を頼ます。おう、ロクさんの出現率も高いね。一回の回想に一度は出てくるような気がするよ。どんだけフラフラしてんの。俺より探索してるよね、ロクさん。結局ロクさんが一番探索してるんだよ。ソロパーティーだしな。強えんだよな。ワーキャットに先制取られるな、いつも。これはでもいいレベル上げにはなってるな。次第5層はどんなステージなのか。おっ、宝箱。バナーゴ、あのバナーゴ4体ぐらい出るやつ来てくれ。来ないんだよな、こういう時に限って。違う、お前らじゃないんだよ。ワーキャットはもういいよ。お、いいね、倒しちゃおう。はい、肉切らないでほしいっす。魚肉ソーセージ、いいね。魚肉ソーセージはいつ食べても美味しいよな。いくつになっても美味しい。あ、バナーゴ。はい、や、はい、よし、見直したっすか。この後あの束になってるバナーゴが出てきてくれたらもう一気にクリアなんだけどな。空気読め、バナーゴ、バナーゴ空気読んで。お、宝箱。あ、携帯非常口。でももう携帯非常口いらないかな。あ、ただチャルを例えばメンバーから外した時は必須よね。チャルがいる限りはまあまあまあ魔法は使った方がいいな。グッジョブ。チャル外せなくなっちゃったな。じゃあお前らじゃないんだよ。あ、またば、なんでバナーゴ1体ずつなんだろう。束で出るときめっちゃ出るのに。こういうのって意識していると本当にあれなんだよね。無意識だとそんなに出んのかよっていう、意識していると出ないのかよになっちゃう。難しいですね。バナナジュースだらけになってる気がする。スイーツパーティーだな、もう。あ、バナーゴ。そこです。もう
一体ずつじゃなくていいって。当たらない。やまだ6体は倒せてないよな、さすがに。よし、見直したっすか。あ、来た。もういっぱい出ろや。もうバナーゴ、何なんだお前は。読まれてんな、こっちのなんか心理を。絶対依頼受けてると出にくくなるとかある気がするけど、それは気のせいなんだよな、絶対な。そんなことないよな。そろそろどう？まだか、まだか。チャル毒頑張って、耐えて。あ、治った。お前らはいい。なんか確実に敵が出る場所とかなかったっけ。あ、出ないな。バナー号こんなに探し回るのはさすがにちょっと鬱陶しいね。入り口戻ってきちゃうな、バナー号。もういっぱい出ろよお前。やっ、ナイスクリティカル。でもこれで6体ぐらいいったんじゃないかなっていう気がする。バナーゴ、これからも頑張ります。もう終われ、バナーゴ。いいよ。あ、いったいった。じゃあデロロンとクマじゃないや、クモ女が、あ、今自分が何層にいるかもぼーっとしてきちゃった。クモ女が3層で、デロロンね、デロロン4層か。クモ女の3層に行くか、じゃあ。はい、ハナさん。順調かい？はい、バナーゴ、金だ。今頼めるのはジャグラーもいたよな。もうこれさ、切りない、ごめん、切りないから、ちょっとここまで、今受けてるのだけ達成して終わらせるわ。なんか買って切りない。任せと。それで。いらん。買い取りか。それで。はい、じゃあな。と三層で、クモ女を4体ね。クモ女。出ないね。3層ぐらいになるとでも敵がちょっと強くなって経験値も美味しいから、なるべくちゃんと倒していきたいな。うわ、先制攻撃よってほしいねこれ。はい、攻撃。あ、ミス。攻撃でいいか。なるとほしいな。行くの全体攻撃使おう。アローレイン、うん、いまいちだな。お、いいね、バッチリ。あー、外れるね。よし、お、出た、クモ女。強力攻撃じゃなくて捕まえるんじゃないもんね、倒しちゃっていいから。やっちゃおう。はい、とりあえずこれで。オッケー、お茶にしませんか。クモ女。お、来た、来とるよクモ女。せば森にいた、あれもクモ女の色違いだったな。妖精イチゴな、覚えとくよ。イチゴゲットしたら妖精森通れるようになるっていう。そこです。うい、
しいっす。これ何のスイッチだったんだろうこれ謎なんだよな、いまだに。自分は何のスイッチを操作したのか、何だったんだろうな。あ、来た来た来た、クモ女。クモ、何するです。アローレイン使っちゃうか、全体。よいしょ、スケルトン行くわよ。ん、いまいち食らわんか。はい、オッケー。お、レベルアップ。次のクラスチェンジっていつだろう。レベル15、25ぐらいかな。25か30ぐらいだと思うんだけどな。15で1回目のクラスチェンジ。ああ、クモ女だ。じゃあもうレイジングスマッシュいっちゃえ。うん、攻撃いいぞ。お、いいね、物理出るね。今もうやったんじゃないかな。あ、クモ女行きましたね。じゃあデロロンね。デロロン1回出るか。リターン1回出てデロロン封印しなきゃいけないっていうのがな。4層デロロン封印だよね。封印2個か。来た、いっぱい来たデロロンだらけや、こりゃ美味しいで。とまあでもまあとりあえずなんとかなんとかせんとな。これどうしようかな。防御当たらない。どうしよう。行くわよ。こっちのサーチアイが発動しないよね。2体は倒していいからとりあえず。あ、でも138。そこです。わかんねえ。潰す。85でも生きてる。潰す。50はまあ死ぬ。これ1体ずつじゃないと無理かな。サーチアイないと。そうね、1体ずつ行こう。めんどくさいけど。いやでも使えないかな。今かなりいい感じに今減らせてるんだよね、右のデロロンが。使ってみるか、ワンチャン。あ、やった、封印やったやったやった。よし、じゃあこいつだな。こいつサーチアイ待ちだな。ちょっと防御。サーチアイ来ないか。サーチアイこれデロロンをなんとかせんと。一回攻撃してみっか。あ、ミス。あー、どうしようかな。なんか何かないか。ポイズンシルファの子守歌入らないかな。あ、間違えた。あ、ポイズン入ったね。スキル、ダメージプラススロー。これ確かあんま威力出なかった気がするから、スロー入ったら。うわ、殺しちゃったそっか、そうか。もう一個、でももう一個。デロロン、待って HP 何なのデロロンって。その他モンスター図鑑。デロロン147か。 HP マックスね。マックス147。なるほど、147覚えておこう。あ、通れないや。
デロロンまたたくさん出てきてくれていいぞ。全然敵が、ああいやお前らじゃないんだよ。逃げれねえか、戦うか。アローレイン。ないわね。よいしょ。レイジングをファラオに。攻撃。よし。ファイヤー。うん。大丈夫大丈夫。いやもう疲れてきちゃったけど大丈夫。デロロン待ちです。あお前らじゃない。あ来た。ここ確実な場所かな。サンダーチェーン使ってみるとかどうかな。140ぐらい、148とかだったっけ。なんかいいぐらいに減らさないと。何よ。マックス148だから微妙にこう違うんだろうな。148倒しちゃった倒しちゃった。マナカは強くなりすぎてしまった。148ちょうどだったね今。なんだよ雷属性が効くってのも。ああいやでもいっぱい出た。マナカはポイズンしてて。はい、とりあえずわあなんだなんだ全属性下がった。はい、ああイクノの攻撃でちょうどいいかな。130前後。物理防御ダウンのこいつに、あ136行ってもいいよね。あ一番右が今本当狙い目。よしじゃあいける一番右。マジかよ。なくなっちゃった。マジでなんで。こいつもうダメだ死ぬだろう。あれ全然まだ残ってたのかな。本当に？なくなっちゃったよモンスターズ感。鬱陶しいな。アクア。微妙に強い時がある。こんなやつ。一回出るかじゃあ。一回出て買ってこないと。めんどくせえ。いらっしゃい。あれ？あ、カバンがもうパンパン。迷っ。何を売るんだ？これ。ああ、とりあえずバックラ。あ、バックラ？バックラ9？あれ？これちょっと良くない？バックラ9か。12、9。おお、こっちの方がいいじゃん。土属性つくよ。うん。お。いい装備ゲットできた。こういう時はやっぱやってよかったなって思うな。バックラー9売ろう。あローブ8もいらないだろ。バックラー9なんか属性ついてないのは売っちゃっていいような気がするな。で花さんにちょっと報告してこよ。報告そうじゃない。それでいい。これが上がりだよ。卵サンドだ。いろいろ揃ってるよ。バナゴの。いやもうほんとキリがないからいいよもう。またおいで。で今モンスターズか、あ買ってないんだよね。いいのがあるぜ。あーやや終わった。モンスターこっちの方が確率なんだけど。いやー1200円は高いよ。ダメだそれで。あ待ってカバンがパンパンだ。ちょっと倉庫に収める。いろいろいらないものがあれ。あそうか封印書デロロ2個だもんな。石鹸、魚味噌入れる。あまあ持っててもよかった。メロンジュースもいっぱいか。まあ、マックス持ってればいいか。この辺も今いらないな。チャルがいるからアイテム欄をねこうやって
わなく済むっていうのもいいですね。あれ4層でいいんだっけ、デロロンって。もうすぐ忘れちゃう。ああ逃げる、ああ逃げる、逃げれない、逃げる。あっ、よしデロロン、デロロン4層だよね。デロロン4層、よし頼んだよデロロン。あと1体、もう1時間半ぐらいになってる。もうすんげえ長くなっちゃった。ほとんど森探索ではないよ今回。森探索の回にしようと思ったけど、結果花さんの依頼で時間食っちゃうんだよな。でもこれ楽しいんだよな。結局楽しいからなんか文句言いながらもやっちゃう。あ、デロロンだ。よしここ行くぞ。この一体は確実に、とりあえずかまいたちを、うわスロー、すっとしいね。はい、これどうしよっかな。ポイズンでもかけてみるか。敵一人を眠らせるデロロン、148だろ。行くのは倒しちゃう気がするな。防御、物理防御低下、毒、チャ、よっちの攻撃、いやチャルの攻撃、いやよっち攻撃してみる。あ、2回攻撃しちゃった。もう嬉しいけど嬉しくない。今は違うんだよよっち、今は違う。あ、こういうことあるよな。もう嬉しいけど嬉しくないよっち。もう伝わらないかなこの気持ち。今じゃねえんだよっていう。いや複雑。かまいたちはいいな。でもまあちょっと経験値は美味しそうだ。倒すか。サンダーチェイン、攻撃、ストーンシャワーでも使ってみるか。レイジングからのアロレイン、全体全体で、おお、全然いけんな。これからも頑張ります。デロロン出ておいで。怖くないよ、捕まえるだけだよ。捕まえて酔っ払うだけだから。出ないな。出やすい地帯ないかな。いやお前らではない。逃げれないか。はあ、やるか。何よ。アロレイン。のかかる。いいね。からのレイジング。攻撃。攻撃じゃなかった。やあ。よし、チャル回復してあげるか。スキルヒール、チャル前衛やってんだもんな、魔法使いなのに。お、来た、デロロン。よし、ここはまたポイズン使ってどうしよっかな。あ、もうレイジング、お、いいね。どうしよっか。157倒しちゃうよな。ポイズンミス。
使いてえなサーチアイ。シルフは、あ、129、いや129か。いやまだもうちょい、もう一削りなんだよね。やっぱポイズン使っていい、ちょっと削るぐらいだよな。苦悩は攻撃できないな。あ、よし、毒入った。2ターンぐらい待つぐらいじゃない。これで10ぐらい入るでしょう、毒で7か。もう1ターンぐらい待とう、毒を。マナカは攻撃してもいいか。なんだよこのちっち、あ、いや、そろそろ危ねえか、使うか。いや、マナカ1回攻撃しよう。あ、来た、ここで強力攻撃、もう遅えよ、くんのが。いや、でもありがたい、ありがたい。今どんぐらいだった HP？ 3、危ねえ、あぶねえ。よし、これでやったー、達成したー。なんか変な達成感あるな。よし、じゃあこれでリターン。花さん、今日も俺は頑張った。順調か。もう早く第5層に行きたいんだよ俺は。無事終了かい。はい、魚に層。いろいろ揃ってるよ。あ、イタチの毛はある。それかい、ラッキー。無事終了。それかい、また頼むよ。ウェイ、今頼めるのはロールケーキ。あれ、ロールケーキって持ってんの。あ、猫耳バンド、猫耳バンド1個ぐらいあげてもいいな。いっぱいなぜか持ってるし、聞こうじゃん。それで高級モンスター図鑑も美味しいんだよな。今頼めるのはラミア。森にいたような気がするが、まあでもとりあえずいっか。よっしゃ、またユージ鑑定どれだ。リング、マイドアリー。お、リング11、いいね。たまには変わってくれよ。変わらねえよ。リング11は地味にいいぞ。今リング10を誰かが装備してたから。リング10、あ、そうだよね、シルファー。あれ、でもなんか、あれ、変わらないって何。10と11が変わらない、10と11が変わらないってことあんの。そうなの。あれ、なんかがっかりだな。まあでもまあ11にしておくか。じゃあリング10は預けておくか。高級モンスター図鑑は持っておこう。魚にそは入れておいて、よし、これで次回はやっとあれですね、第5層に突入できる。いや、長かったよここまで。あれ、あ、間違えた。売るリング10売る。よし、今できることはやったかな。森もとりあえず探索したし、この古びた鍵で1階も探索して、花さんの依頼もこなしてっていう感じで。よし、じゃあ今回ここまでですね。じゃあ5層、またあれだよね、誰かメンバー来ますよね。誰だろうな、これまた誰か加入したらさ、パーティー編成がすげえ難しくなる。もうどうなんだろうな。でも今のメンバーすごくバランス取れてるような気がするんだよ。チャルヨッチ、イクノ、マナカ、シルファ。なんか今でもシルファ外せねえな。シルファのね、地味編持ちが俺すんげえ好きなのよ。これを普通に右手に構えてたらそんなにグッと来なかったかもしんない。このよくわかんねえギターの構え方ってのがね、俺はいいね。ギターに火つけてほしい。地味編みたいに。はい、じゃあ今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。